55歳でヤマピー似てるうちねえだろ。どこにいんだよ、ヤマピーなんかよ。あれ？ココナちゃん。のりおさんですか？お待たせしました。お店の中でさ、一番可愛いからすぐ分かったよ。そんなことないですよ。お待たせしました。ヤマピーでーす。もうそっくりだからすぐ分かりました。でしょ？はい。しB え？ほら、C B え？アルファベットいうゲームじゃないんですか？修二とアキラでーす。ああ、待って、なんか聞いたことある。え？なんだろう。ココナがちっちゃい頃やってたドラマだ。え？ココナちゃん、え？知ってるの？歌をプロデュースって。聞いたことあります。じゃあ遅れてるんじゃないの。次会う時までに勉強してきますね。し、俺たちはいつでも二人で一つだった。すごい上手でしょ、はい、ヤマピーそっくりでしょ、歌声でね、はい、まあ、でもさ、ノリオだからさ、ノリピーなんだけどね。ね、坂井のり子、ノリピー、青いウサギ。あ、名前、なんかお母さんが言ってた、なんか、うん、聞いたことあります。遅れてるね、ココナちゃん、ね、もう次までに勉強しておきますね、はい、勉強しとこう、ね。ダメですよ、サバッチャ、ちょっと早かった。なんか食べましょう。ねえ、お腹すいたね、はい、どうしよう、とりあえずさ、ビール飲もうかな。お仕事お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあココナのビールにしちゃおうかな。ココナちゃんビール飲めんの？大好きです。かっこいい。あ、ダメダメダメですよ。ちょっと早いか。いや、恥ずかしい、もう。何食べる？ドキドキする、うん、あ、おでん、おでん、おでんある、ね、嬉しい。あ、じゃあココナはウインナーと下ネタ。あ、ちくわぶ。下ネタ。じゃあやめてくださいよ。ココナちゃん下ネタ好きなの？全然好きじゃないですよ。困っちゃうな、本当にさ。いや、そんなわけないじゃないですか。実際どうなの？え？実際どうなの？なんでそんな真剣に？いや、ないです、ないです。すいません、すいません。おでんの盛り合わせとビール2つお願いします。はい。実際どうなの？ちょっとないです、ないです、本当に。今のさ、店員ちゃんさ、はい、すっごい見てたでしょ。ああ、そうですね。よくあんのよ、本当にさ、女の子の店員ちゃんだとさ、多分さ、なんか顔がさ、いいでしょ。すっごい見られるんだよね。ああ、そうですね。顔かっこいいから。本当にさ、もう、会社でもさ、うん、もう、変に顔がいいもんでさ、仕事もできるもんだからさ、うん、もう女の子ちゃんたちにモテて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 っていう感じでさ、でしょ、うん、ですね。かっこいいでしょ、うん、かっこいいです。ヤマピーです。あー、本物だ。地元じゃ負け辛辣、うーそんおだろ。かっこいいでしょ。はい、ね、アイスも食べたい。アイスといえばさ、うん、そのチョコね、うん、バレンタインもさ、その女の子たちがもう行列を作っちゃってさ、アイスかのチョコちょっと無理やり、どこまで行くんだっつって、ね、もうモテすぎて、じゃあもうさ、それあのバレンタインの日糖尿になっちゃいますね。どういうこと？だからチョコをもらいすぎて、うん、その日糖尿になっちゃったら、面白いね、本当に。ダメそうちゃう。まだ早いか。でもさ、でもココナちゃんはさ、こういうのよくやるの？でもこういうのなんか人と会っておしゃべりしてって、うん、これは本当初めてで。初めて。あ、そうなんですよ。あ、そうなんだ。ココナ、お菓子屋さんになりたくって、うん、そのための資金集めでこういうことしてて。ああ、お菓子屋さん。あ、そうなんです。お菓子だったらさ、はい、森永、
森永ってあるでしょ、お菓子のメーカーのね。え、あの大きい会社の、うん、高校の時のさ、後輩でさ、森永勤めてるやついるからさ、あ、よかったらつなげちゃおうか。本当ですか、嬉しい。全然さ、高校の時はもうさ、ダメダメなさ、下っ端のやつだったんだけどさ、なんか急にさ、森永入ってさ、なんか偉くなったかなんか知らないけどさ、まあでも全然お料理下っ端だからさ、つなげてあげるよ。嬉しい、本当ですか、もう本当感謝しかない。ね、絶対つなげてあげるから。嬉しい、ありがとうございます。でもさ、ココナちゃんこういうことやってるっていうのはさ、寂しいの？だから、そのお菓子屋さんのための資金を集めっていうことで、そういうね、そういう表向きの理由もわかるけど、寂しいんでしょう。あ、え、いや、全然、あの、ワンちゃんも飼ってるし、全然です。まあ、でもさ、そのココナちゃんがね、寂しいって言うんだったらね、付き合ってあげよっか。え？え、ココナとですか？お付き合いしてあげよっか。え、ココナまだ二十歳なりたてとかですけど。ココナちゃん遅れてるね。その年の差がっていうこと今言おうとしたの。ああ、いやだから今そういう時代じゃないでしょ。なんか初対面で結構ね、55歳っていうことだから、そういうことね、言われるのびっくり。でもさ、はい、55歳にしては若いでしょ。あ、うん、もう全然55歳に見えないです。ノリピーね、まだまだ現役だもん。ノリピー、すっごいから。すっごいからね。ピーンって。面白い。ああ、そうですね。あ、でもとりあえず今日は会えて嬉しいです。いっぱいお話しましょうね。いっぱいお話したい。はい。あ、そう。はい。じゃあね、まずはね、小学校の時の話かしら。あ、ダメですよ。小学校の時からモテてさ。そうなんですか。すっごいね、はいはい、運動もできてさ、はい、頭も良くてさ、はいはいはい、